何でも叶えてくれると噂の錬金薬の店は旅人とパイモンがやってたのか。あれ、ゴロン一体どこから出てきたんだ。キララまでいるじゃないか。なんで二人揃ってモンドにいるんだ。コマニアの業務は広いからね、どんな場所であってもおかしくないよ。私はモンドに初めて来たわけじゃないから、この辺りには割と慣れてるんだ。ただこっちの五郎大将は迷子になっちゃって。見知らぬ地に足を踏み入れるには普通は事前に調べて得た情報の助けがいるものだ。だが残念ながら渡積島の民たちがモンドを訪れる機会は滅多にない。だから俺もこの辺りの地図を持っていないんだ。つまり俺は事前調査をしながら正式な任務遂行に当たっていたんだ。ミスしても仕方ないだろう。かしこまりました、五郎大将。次は事前に一番詳しい地図を用意して、例のそう、行動開始地点に置いておきますので、どうぞご利用ください。そんなにかしこまらなくてもいい。上司に報告しているみたいじゃないか。お前はあくまで臨時で雇った顧問なんだから、我が軍の兵士のように振る舞う必要はない。臨時だなんて、またまた。これからは渡積島のお客さんたちにもっとコマニアを使ってもらえるように、五郎大将が宣伝のお手伝いをしてくださいね。約束ですよ。みんなの業績は五郎大将にかかってますから。そういえば五郎はなんでいきなりモンドに来たんだ。さっき言ってた任務ってのは何なんだよ。それについてはまた偶然の出来事なんだが、最近渡積島では物資輸送の効率を上げるために貨物船の改造をしているんだ。各国の最先端技術を学ぶようにと複数の訪問団を送り出している。その一員としてちょうどリーウェイでの訪問研究を終えて稲妻に戻ろうとした頃、偶然不思議な錬金薬のことを耳にしたんだ。それで予定を変えてモンドで詳しく調べようと思ってな。振り返ってみれば実に正しい選択だった。ヒヒッ、お前ついてるな。オイラたちが作った錬金薬はどれも他のところじゃ買えないものばっかりなんだぜ。あら、また異国からのお客さんかしら。かわいこちゃんたら、テイワット中に人脈を広げているのね。お姉さんなんだか予感がするわ。あなたたちならきっと狼ちゃんと仲良くなれるはずだってね。ねえ、目的の錬金薬を手に入れたら、かわいこちゃんとお姉さんの弟子も一緒に、みんなでアフタヌーンティーでもどうかしら。アフタヌーンティーってお茶会？行きたい。休まず配送し続けてきたおかげでちょうど喉がカラカラだったんだ。お姉さんありがとう。待て待て、なんだかわからないが覚えのある威圧感だぞ。旅人、この方は。魔女だと？なかなか威厳ある称号だな。宮司みたいな大物か、それとも三五宮様のような方なのか。まったく、お前までゴロンを驚かしてやるなよな。緊張しなくていいぜゴロン。魔女ってのはただのあだ名で、この人はリサさん、モンドの図書館司書でオイラたちの錬金ショップのまとめ役なんだ。リサさん、こっちの二人はゴロウとキララだ。こっちは超すごい渡積島の大将で、こっちは超時間にシビアなコマニアの配達員だぜ。キララちゃんね、聞き覚えのある名前だわ。図書館にある稲妻の本の一部は確かあなたが届けてくれたのよね。本当に助かったわ。まさかリサお姉さんとそんなつながりがあったなんて。これから配達の依頼があったら、ぜひ私をご指名くださいね。五郎さんについては、確かあなたに関する報道を目にした記憶があるわ。どの記事でも、部下思いで軍の指揮に長けてるって褒めてたわね。
そうね、私に当てさせてちょうだい。あなたは渡辺島の兵士たちのために仕事の助けになるような薬を探している。そうでしょ？その通りだ。渡辺島は他の地域との商業的な通行をどんどん増やしていて、護衛の兵士たちにかかる仕事の負担もますます重くなっている。毎日大変なんだ。長時間作業をしている兵士や船乗りたちに無理をさせないために体力と筋力を増強する薬が欲しいんだ。おお、そんなすごい効果のある薬があるんだったら私にもぜひ。たまにね、すっごく遠いところまで配達しに行かないといけないの。でこぼこの道をずっと走ってるとひどい筋肉痛になるし、前足の先っちょも痛くなっちゃうんだ。その手のものは馴染みがありそうだし、そんなに時間はかからないんじゃない？心配するな、オイラたちに任せろ。それじゃあお姉さんは先に手紙を書いて暇そうな騎士に届けてもらってくるわね。オオカミちゃんにここへ来てもらわなくちゃ。満足のいく薬剤が完成したら一緒にアフタヌーンティーを楽しめるわ。シードル湖の浜辺でお茶を飲みながらお菓子を食べるのってどんな気分かな。すっごく楽しみ。これでやっと気を張らないで済むぞ。前にも言ったように森を静かに通るには事前に尻尾を水で濡らしておけばいいんだ。そうすればモフモフの尻尾がうっかり枝に引っかかって居場所が敵にバレるなんて心配はなくなる。それはジメジメするし私には無理かも。いっそのこと尻尾を結んじゃうのはどうかな。それかもっと強くなって邪魔な魔物なんて追っ払っちゃえば。お、あ、来たんだね。薬作りは順調だった？頑張れ。俺はお前の実力を信じているからな。どんな難関もお前の足を止めることはできないはずだ。前にも言ったように、よし、お、あ、来たんだね。ゴロー、キララ、注文してくれた不思議なポーションができたぞ。早速試してみてくれ。おお、二人とも本当に手際がいいな。皮膚に塗っただけで弓で疲労が溜まってだるくなっていた右腕の疲れが吹っ飛んだ。私も石ころを踏んで痛かった前足が全然痛くなくなったよ。本当に不思議な薬だね。これがあれば1日200件だって配達できる気がする。ヒヒッ、旅人とオイラが作ったポーションはかなりいい出来みたいだな。これでがっつり渡辺島とコマニアの役に立てるはずだぜ。よし、それじゃあ次は楽しいアフタヌーンティーの時間だ。ちょうどリサさんも来てくれたぞ。残念だけどオオカミちゃんは他の用事があるみたいで放浪寮にいなかったの。モフモフ耳のお友達ができるチャンスを逃しちゃったみたいね。でもいずれまた会えるチャンスはあるはずよ。今度あの子に会ったら事前に新しいお友達の情報を伝えておくわね。今回はなかなかの量を注文してくれたのね。ありがとう、稲妻のお友達さんたち。反響が良ければぜひ引き続き私たちの錬金ショップを利用してね。直接作るのが大変なら手紙でもいいわ。ぜひまたよろしくお願いします。旅人とパイモン、それにリサお姉さんが作った超すごい錬金薬は
もしかしたら配達業界の配送効率を全体的に押し上げられるかもしれませんから。任せろ、兵士たちからしっかり感想を聞いてこよう。それじゃまた今度な、旅人、パイモン、それに魔女殿。またな、ゴロ。またな、キララ。次はやっぱり正式な訪問団の形式で来るとしよう。機会を見つけて三物宮様にこっちの魔女と交渉してもらうんだ。ゴロのやつ、魔女に対してなんだか誤解してたような。